12月10日パークアリーナ小牧を発着点に第36回小牧市民駅伝競争大会が開催されました。市民の体力づくりとスポーツ精神の高揚を目指して行われているこの大会、今回参加したのは124チームです。開会式では初めに優勝旗などが返還されました。次に大会長を務める山下市長が挨拶しました。お気をつけいただきながら、悔いのないように、ぜひ皆様方の思いを込めたレースを期待を申し上げるところでございます。この後は選手宣誓です。我々選手一同はこの日のために寒い日も風の日も走り続けてきました。最後まで助けをつなげるように一人一人が全力で走り切ることを誓います。開会式の後、皆さんはウォーミングアップを開始。コースの全長は 21.8 キロです。一般・高校の部が5区間、中学男子・女子の部が8区間でタスキをつなぎます。しっかり次の人までタスキをつないで、しっかり走り切りたいです。全力で走って次の人にタスキを渡したいです。今までの練習の成果を発揮できるように頑張ります。走れない人の分までタスキを背負って次の人に回したいと思います。上位目指して頑張ります。よろしくお願いします。楽しく元気に走りたいと思います。コースは分かってるんで、後半潰れないようにマイペースでいきます。頑張って完走します。タスキをしっかり渡せるように走りたいと思います。完走だけを目指して頑張ります。完走頑張ります。せーの、頑張るぞ。始まりの合図を待つ選手たち。大会は一般高校の部からスタートします。午前9時、スタートの号砲が鳴ると選手たちが勢いよく飛び出していきました。5分後には中学男子・女子の部がスタートを切りました。選手の皆さんは思いを込めたタスキを胸に懸命な走りを見せていました。ゴールとなるパークアリーナ小牧には応援に駆けつけた人たちが選手を待ちます。およそ1時間10分後、グラウンドに姿を現したトップのランナー。最後の力を振り絞りゴールテープを切りました。このあと高校の部と中学男子の部の選手たちも全力を出し切り見事ゴールしました。ちょっと後ろが詰めてきていたので逃げ切れてよかったです。もうとにかく一番で来たので、そのまま入りたいという一言です。はい、本当にすごいよかったです。緊張が解けました。1位で帰ってきてくれたので、本当に自分の走りを見せたいなと思って頑張りました。せっかくここまで1位で詰めてきてくれたから、そのためにちゃんと1位取れるように頑張っていかないと。ってスタートから1時間25分後、中学女子の部の選手たちも熱い声援を受けながらゴールしました。普通練習も嫌だなと思ったこともあったんですけど、今までやってきてみんなで1位を取れてとても嬉しいです。なお各部の優勝チームはご覧の通りです。皆さんおめでとうございます。次回の小牧市政だよりは小牧市長からのご挨拶をお届けします。